ードに最初に出て、時間で決めて、それでいいんじゃないですか。なるほど、いいんじゃないですか。サードを多分5分ぐらいで、いいんじゃないですか。撮影だから起承転結をちゃんとやって撮んなきゃ編集が大変になるし、そんなのいいんじゃないですか。じゃあこう行きますってこう断定したけど、あとお前この間お前忘れましたってな、スパイク忘れたっつって前さっき聞いたんですけど、で良平が報告しろしとけって言ってたのにしなかった。したんです。なんですか。自分も忘れてた。何聞こえない。忘れてたのもあって、報告を忘れてしまいました。忘れてしまいました。忘れてしまいました。すいません。考えろよ。いつまでお前人に迷惑かけるの。お前がいない時に、俺と良平でこう展示会とか取材とか行くと、あれやらかす人は今日いないんですかって、もう名前がもうやらかす人になってるよ。いや、いや恥ずかしいっていうのもあるし、こういう風に。そういう印象がついてるんですよ、俺は。あの、悲しい。結局もう6年ぐらいやってますけど、はい、最初は1人で3年ぐらいやって、で、良平と2年ぐらいやってるけど、その後君入ったじゃないですか、はい、君入って、君の印象が僕らのチームの印象にもなっちゃうし、はい、ちゃんとやってくれないと、はい、本当困るんですよ、はい、仕事が忙しいのはみんな一緒、大変なのは一緒、はい、編集忙しいのも一緒、時間がないのも一緒、同じ条件でやってるから、そこはちゃんとやんないと本当に信用されなくなっちゃうし、はい、聞いてる？ハイハイ言って。聞いてます。何なんか寝てんの。寝てないです。寝てんじゃないよ。寝てないです。起きろよ。起きてます。っていうか、でも翔平さんもたまに遅刻するじゃないですか。しないよ。寝てる？寝不足なのかな。寝不足だよ、それは。もう知ってんだろ、ポコちゃん毎日やってんの。知ってます。はい、なんかあんの。でも俺動画消さないし、忘れ物そんなしないし、カメラ間違って、あ、消しましたとかないし、周りからの印象、そんなやらかす人の印象ないし、印象ないし、本当にこれね、やめてほしいんだよ。だから俺はもう決めました。君にちょっと言いたいことがあるから、ちょっと待ってて、渡すのもある。心配かけると思う。お前、マジでしっかりしろよな、お前、はい、お前、言いたいことがある、今日お前に、こいつに言いたいことがある、今日お前、誕生日おめでとう。ダンプレです、いいね、誕生日おめでとう。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 ありがとうございます。誕生日おめでとう。ありがとうございます。おめでとうございます、はい、さあちょうどあの今日誕生日です。ヒロって実は。今茶番付き合ってもらってありがとうございました。誕生日ということでアンプレを渡しましたんで、ちょっとこれ開けてもらえますか。はい。軽く。1個目。はい。はい。だーん。はい。はい。はい。大人の語彙力ノート。はいはい。はい。まあ語彙力ないんで。確かに。勉強してもらってっていう。はい。高いんだからねこれ。高いっす。はい、お次。はい。はい。人は話し方が9割。そうっすね、これ人気で有名ですよね。あ、俺これ持ってるかもしれない。有名ですよ、有名、すごい有名。まあこういう本とかを渡すのすごくいいかなと。野球道具渡してもさ、いっぱい持ってるから使わなくなるから、はいはい、だったら彼のためになるようなものがいいなと思って、はい、いろいろ考えました。はい、まだあります。次、はい、次から次、はい、ガーン、はい、ガーン、はい、はい、返し言葉のフレーズ陣ちょっと待って、こいつ営業やってんの。いやいやいや、もういや、まあね、人的にね、行こうっていうところ。はい、でもう一回、次、もう一個、はい、ポンポン行きますよ、ほら、ガン、はい、はい、はい、で、ちょっと説明が上手い人がやっていること、どうすか。いいっすね。どう、彼に足んないものっすよ、ほとんど話し方っすね。はい、最後、はい、最後、大人のための敬語使い方ブック。はい、あー、大事っすかね。大事っす。そうっすね、やっぱね、取引先さんともね、あの、結構会話をメールするんだけど、メールで、こいつ何々様、お世話になっておりますとか言えないわけ。相手からそう言われて、このデザインでいいですかっていうので、こ
こいつ大丈夫です iPhone から送信って送ってるから、これ署名ぐらい使うことやるわ。お前署名使ってないの？えぐいのよ。署名？署名わかんない。署名わかんない。もうちょけた文章しか今。そんな感じ。ちょけた文章。そんなで俺恥ずかしくて。じゃあ最後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 。バン！はい。おお。ショート動画戦国時代。いいねいいねいいね。いいですね。生き抜くためにはちょっとね必要ですか。そうですね。まあアワちゃんに直で教えてもらうのはいいんだけど。はい。やっぱねなんか大阪でやっぱ遠いんでね。自身で勉強して学んでこう形にしてほしいなってところで今回この本にしました。おお。どうですか。多分動画見てる人はああすごくいいと思う。ヒロト君にはいいと思う。野球道具よりと思ってると思うので、これはもうあの満場一致だと思います。この本。満場一致です。これしっかり読んでもらって、はい、本当にこれプリントしたからにはしっかり読んで、はい、これを元にちょっと今後動いてほしいなと思います。ってことで誕生日の句いきます。はい。はい。いきまーす。誕生日の句いきます。さあ。はい。募集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 。はい。行ってこい行ってこい行ってこい。ご飯して。22歳。まあやらかし去年よりまあ少ないっていうかもうゼロに近いようにしていきたいと思います。さっきいただいた本をしっかりと読んでいって喋り方や説明の仕方文の打ち方とか学んでいきたいと思います。ではノックいきましょう。はい、ということであわちゃんも先輩として、はい、人生の先輩ともしてね、はい、一緒にあじゃあ一緒に心を通じ合わせてちょっと一緒にノックで成長させていこうかな。
よ。なんで俺、なんで俺は死んだ。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。誕生日ノックということで、はい、君誕生日1月21日あ、ゆうぽんも誕生日ですよね。あ、そうですね。2年違いですけどね、誕生日ってことで、あの、どうでしたか。こんな、また1年がまた迎える。もうやめよう、はいよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。お願いします。はい、しっかり本読んでね。はい、はい、それでは終わります。はい、ヒロト誕生日おめでとうと思った方はぜひともチャンネル登録とコメント、グッドボタン、もしくはあったかいコメント、お祝いコメントよろしくお願いします。翔平 TV のインスタグラムなどなど、ぜひともフォローよろしくお願いします。あわちゃんのリンクも貼っておきますので、よろしくお願いします。やめとけやめとけやめとけ。よっしゃ、じゃねー。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあいしょShoheiTV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。